どうしたにゃ、すずにゃ。さっきから窓の外ばっかり睨んで。雨、降りそうですね。雷、怖いです。嫌な予感がする。超能力にゃ！天気で未来予知ができるにゃ！マキセ・クリス、実験はいつまでかかるの？スルーかにゃ。そんなにせかさないで。電話レンジは調整が難しいのよ。でもさ、焦りもするって。ラウンダーみたいなヤバい連中相手にするなんて、部が悪すぎるっつーか。フェイリスはリンタロウでも探してこようかにゃ。死にに行きたいの？僕。よりによって、ほぼ全員集まってるようだな。急がないと。ブラボーチーム、合流しちゃう。わかってる。D メールの送り先を確定させるのに手間取った。猶予はどれだけある？30分くらい。大丈夫だ。それだけあればいけるさ。42型ブラウン管は点灯済み。あとは電話レンジに設定を打ち込んでメールを送るだけなんだ。抵抗されて手間取る恐れもあるわ。その銃、ミネベア9ミリ、 FB から支給された。俺の銃はないか？撃てるの？無理しなくていい。いや、あるなら貸してくれ。撃てるの？俺は人殺しじゃない。人殺しにはならない。だったら。それでも貸してくれ。じゃあこれ使って。お前は？予備で小さいの持ってるから。どこに？スカートの下。そうか。撃つときは両手でしっかりグリップを。あ、大丈夫、撃たせない。それよりもなるべく撃たないでくれ。どちらが先行を？俺が。了解。準備いい？少し待て。手震えてる。大丈夫だ。ドベルグを演じ切ってみせるさ。 M3、 いえ、岡部君、キスするね。はあ？お前いきなり何を？し、聞いて。たとえあなたが元いた世界では私たちは敵同士だったとしても、今は私だけはあなたの味方だから。あなたが世界中を敵に回しても、私だけはあなたのパートナーだから。背中を預けて。信頼している。今だけは。行きましょう、時間ない。あ、終わったらあのケバブもう一度二人で食べたいな。萌えか、それは。カウント1、2、3。全員動くな！岡部。動かない、動かないから撃たないで。凛太郎、なんで？岡部さん、見損なった。喋るな。全員壁に向かってひざまずくんだ。マユリが殺された時と一緒じゃないか。まさか自分がクリスたちに銃を突きつけることになるなんて。岡部さん、すごく悲しそう。そんなことはない。
凛太郎、嘘ついてるよ。そうでしょ、フェイリスにはわかる。俺は本気だ。なんで、なんで嘘ついてまでこんなこと。いいから膝をつけ、出ないと撃つ。萌香、こいつらを見張っておいてくれ。俺は D メールを。待って、一人足りない。え、鈴葉は、あいつはどこに。こっち。しまった。岡部くん、撃つな。岡部に当たるぞ。形勢逆転だね。天飯すげえ、かっこよすぎる。結婚してくれ。無理。くっそ、鈴葉、橋田いたる、二人を縛って。うわ、僕早く。これで終われるかよ。鈴葉、岡部くん、この銃を使って。動くな鈴葉、ルカ子の命がないぞ。卑怯者、うるしばらルカを盾にするなんて。凛太郎、こんなことして何になるの。もうやめて、やめてよ。お願い岡部、自首して。何とでも言え、俺はどんな手を使っても D メールを送るんだ。岡部さん、ルカ子、抵抗しなければ危害は加えない。いいか、このメモに書かれた内容をペケロッパに入力してくれ。はい、従っちゃダメ。黙れ。さあルカ子、入力しろ。打ち込みました。よし、あとは俺の携帯からメールを送れば。岡部さん、スナイパー、隣のビル、なんで。ブラボーチーム、予定より早い。こいつら、ブラボー、ターゲット以外無力化しろ。撃て。ルカ、危ない。岡部くん、みんな伏せて。制圧しろ。私の知るあなたはジキル博士ではなくハイド氏だった。あなたにとってこちらの世界とこちらの世界にいる私は影のようなものなんだとしても、それでも私は岡部くん元気で。萌香、ありがとう。